マルタンゲールは16世紀フランスの農民。フランス史上有名な詐欺事件であるマルタンゲール事件の当事者。バスク地方北部安大への出身。1548年、マルタンは父親とトラブルを起こしたことがきっかけで妻ベルトランド・ドロルや息子を置いて失踪してしまう。8年後、1556年夏のある日、マルタンは突如帰郷してくる。 すでに夫は死んだものとされていたベルトランドは未亡人として息子と暮らしていた。以前は神経質かつ非社交的でベルトランドに対してもよそよそしかったマルタンだったが気さくでよく働き妻子に対しても優しい夫になった。しかしマルタンのおじペエールは彼に疑いの目を向ける。1559年。 マルタンと称する男は偽物であるとして告発され、1560年、トゥールーズの高等法院において、ジャンド・コラハンジの下で裁かれることになった。ベルトランドは彼は本物であると必死に弁護、結果的にそれが認められるが、その直後に本物のマルタン・エールが現れた。彼は、イタリア戦争に出征して、片足を失い、義足をはめていた。 彼は目撃者の証言や様々な質問の結果、本物であると認められた。マルタンになりすましていた男は、アルノ・デュ・ティルという男で、貫通罪と詐欺罪で有罪を宣告され、その後公主刑に処せられた。1560年に裁判官、ジャン・ドコラによって執筆され、1565年に交換された事件の天末の書、アレスト・メモラブルの冒頭のページ。 この事件を記録した同時代の文献としては、ギオームルスールの見事な物語とより広く知られたトゥールーズの高等法院における裁判で裁判官の一人であったジャンド・コラー・ハンジの記念すべき逮捕がある。1982年のフランス映画、マルタン・ゲールの帰還に協力したプリンストン大学の歴史学教授ナタリー・ゼモン・デイビスは1983年、 この事件についての詳しい説明を盛り込んだ著書、帰ってきたマルタンゲールを交換した。デイビスは、ベルトランドは暗黙のうちに、あるいははっきりとした同意の上で、この詐欺に協力したのだ、と主張し、当時の社会の中で、ベルトランドには、夫が必要であったし、あるのは彼女に優しかったから、両者にとって都合が良かったのだと論じた。デイビスは、この議論の根拠として、 女性が自分の夫を別人と間違えることは考えにくいと指摘し裁判が始まるまでまた一部は裁判の最中においてもベルトランドがアルノーの肩を持ったことや親密さを共有する話も事前に口裏を合わせたものであったとする考えを述べた。歴史家ロバート・フィンレイはデイビスの結論を批判し長く夫が不在であった。 ベルトランドはまんまと騙されていたのだと主張した。デイビスは現代における社会的確率を歴史的事実の説明に当てはめようとしている。とベルトランドが自らが貫通や偽証の罪を問われるリスク。デイビスはフィンレイの批判が掲載されたのと同じ1988年6月号のザ・アメリカン・ヒストリカル・レビュー紙にオン・ザ・レームと題した反論を載せた。このか。 多くの文学、戯曲などの題材となっている。ありがとうございます。